さんの成長もね、温かく見守ってくださいね。シンプルライフのブログの方にもですね、たくさんご紹介させて。お魚だいたい1日に約20キロほど食べています。とっても大きな体でお魚こんな感じ近くへとやってきてくれて、かっこいい姿そして可愛い姿も見せてくれています。さあどうでしょう、している赤ちゃん、さあどうするんでしょうか。この大きなコテツくんがね、赤ちゃんのところまで行ったら、赤ちゃん危ないよ、お家帰ってね。はい、コテツくんがギリギリまで近くまで来て、可愛い姿も見せていきたいと思いますので、皆さんよかったらコテツくんとひなちゃんのお顔にご注目ください。さあコテツくんとひなちゃん、可愛いお顔が気になる。さあ、もう悲鳴が起きております。赤ちゃんの成長もね、温かく見守ってくださいね。シープライトの方にもですね、たくさんご紹介させていただいておりますので、相手の階段滑るよって樋口さんがとってもわんぱくな女の子なのです。お付き合い本当にありがとうございました。それでは最後にトドたちから皆様へご挨拶をしていきたいと思います。皆さん、コテツ帰る前に、はい、ちょっと行ったら帰るわ。ムチムチしてるね、すごい。ベルトコンベアっていうか、ビビビビビビビって感じ、本当に。もう帰る？こうやって。ああ、じゃあ。
ら、はい、帰りましょう。はい、帰りますよ。はい、帰りましょう。はい、よいしょ、よいしょ。ちょっと触って。あ、怒られる。はい、帰って、帰って。帰って。はい、帰って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 。なんでなんでな。さっき岩の上に赤ちゃんいましたがどうするでしょうか。あー、よいしょっと。赤ちゃんがなんとダイビングを決めてくれました。赤ちゃんはそのままプールの中へ。今日はお尻から落ちるかな。落ちない。はい、Bye.